さあ、トイジョキングフルミです。私が持っている緑の箱、バンダイさん魂ウェブ商店から出たスーパーロボット超合金、地球防衛企業ダイガードのロボット国防ガっていう超合金フィギュアでございます。こちらアニメでしたね。でこのフィギュアは2012年発売されて、まあその前の年に予約制で予約して、それで届くのが2012年だおーっていう感じで発売されたものです。全部予約制なのでもう、うん、予約終了当たり前だけどそこにね裏に書いてある、国連安全保障軍所属対巨大最悪ヘテロダイオロボ、あーもうルル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 ル国防が発信、はい開けてみます。おお、超合金ね、超合金。国防がの取扱説明書が入ってます。国防が本体ですね。で交換用手首が左右各1個、リボルバーアーム再現パーツが2つ。どれがリボルバーアーム、わかんない。ドリルアーム、ノットバスター、どっちがノットバスターだ。私は日本にいなかったのでその時は何が何だか分かりません、すいません。これがなんかなんだろう、なんかピシュンって出るやつねすごい曖昧だな。まあそれが私のいいところって思ってください。やっぱりこうちょっとこれ出してみますね。あ、やっぱりこれすっげえ重いわ、こっちの本体。あー鉄重い。でこれがアーム、おーちゃんとすごい回るやん。ここがすごい細いの、ここの間が怖いぐらいに細い。あんまり動かしたらポキーンっていっちゃいそうなぐらい、やーべえ体っていうか足でかちょっとねこれ体もねにょーんってちょっと曲がる。それで足も90度。おう、なんかもうエクササイズ、ネセ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 セリーで、頭もちょっとグリーングリーングリーン、曲がる。あんまり横には曲がらないで、ちょっとうって感じで曲がる。で腕はこんな感じで曲がるね。っていうかこれは私本当にどうしたらいいのかわからないって感じですごめんねお客さん、皆さん、大豪族なめんじゃねえとかなんとかいう人が多分いると思う。うん、私の兄貴だとかね。よっ、触るの怖いわ。バンダイの魂ウェブがロボット魂だとか、まあそのゲートですよね。でもこれはウェブでしか売ってないっていうやつで、そう簡単には見つけられないと思いますね。やっぱりオークションだとかでしか見つけられないと思います。お一ついかがでございますか。他にもね、いろんなフィギュアだとかおもちゃフィギュア、トイズキングではぬいぐるみだとかも取り扱っています。検索していくとなんかに当たります。休みの日にもカチカチクックリやって、ではこちらの何だっけ、国防が昔のアニメちょっと見なきゃいけないですね、参考に。あ、足首もこうやってちゃんと曲がりますね。ポジングさせても OK。 Alright! エンフル喋ると日本人の人が何言ってるのか、うちが何言ってるのかわからないっていうのがあるから、ちょっとでもいつかは英語で紹介したいと思います。はてさて、ふふー、トイズキングでは高価買取いたしております。無料出張買取サービスもやっております。 Twitter、Facebook、フォロー、お友達よろしくお願いいたしますでは
ご清聴ありがとうございます。それではまた、カラウス。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録してください。お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。